はい、トワライト連邦共和国 Vlog です。昨日と今日と暑かったですね。35度超えぐらいで、もう真夏日、猛暑日でしたね。台風の方はね、比較的大きさが小さかったということもあって、風がまあ結構すごかったですけど、まあ幸いなことに、特に大きなこの辺は被害もなく終わったんですが、まあ、千葉の方とかはね、高圧の鉄塔倒れちゃったりとか、まあ、停電ですかね、11日ぐらいまで完全復旧にかかるっていう話でしたけども、ちょっと大変ですね。今日もね、ちょっと後で最後に、動画お見せしますけど、すんごい雷雨で、雷が近くに落ちまくって、で5分ぐらいですかね、停電しましたけど、まあ、すぐに復旧はしましたけど、近くのやつすごい雨でしたね。まあ、最後に、動画をお見せしますが、強烈でした。で、計画運休、鉄道とかのね、ほとんどがそうですね、ほとんどの鉄道がもう運転を取りやめて、ほぼほぼ午前中は麻痺状態でしたけどね。まああれも、まあ、気持ちわかんないでもないですけどね。JR とかはもう有無を言わさず首都圏全部運休しちゃったので、全く動かない状態でしたけどね。あれもね、よしあしなんですけど、最初から予告してね、運休しますというふうに言ってしまえば、急に止まるわけじゃないんで、それはそれでいいのかなという気はしますが、ただね、本当にそれ全部止めなきゃいけないところなのかっていう、そういうこともありまして、果たして計画的に全部止めちゃって、その無造作にね、いいのかという疑問は、まあ、ありましたね。だから他の例えば地下鉄とかは、地上区間があるところだけ、計画的に運休して、地下区間だけのところは動いてましたよね。大体こっちの方、でも全体的にね、新宿線だと、宇治場元屋間が地上区間あるので、運休でしたし、三田線も高島平の方はね、地上区間なので運休してましたし、東西線も東洋町から先に四船橋までは全線地上なく地上区間で、しかも高架なんで、運休してましたし、あと都電荒川線もね、運休してましたけど、こういう時はね、大江戸線の強さが出るんですよね。大江戸線って全線地下なんですよ。地上区間は行く間もないんですよ。なので、地上で風が吹こうが関係なく走ってるんで、こういう時に大江戸線の強さが出ますよね。だけど、地上区間だから全線運休させるっていうのもね、例えばね、ちょっとニュースになってたのは、成田空港が完全に孤立化しまして、飛行機はね、風があっても実際に飛べるんですよ。例えばその、向かい風だと、結構効率よく飛べちゃったりするんです。あんまり突風は困りますけど、少々の向かい風で滑走路が、うまいこといけるんであれば飛ぶんですよね。途中に台風がある分には、そこを避ければいいので、避けて飛べばいいので大丈夫なんですよ。離着陸するところが直撃するとまずいですけど、だけど少々の横風でも低く着陸できますね。結構成田空港発着の便は欠航はもちろんありましたけど、比較的到着もしてたし、出発もしてたんですよ、飛行機は。だけど全線計画運休しちゃったので、成田空港に行く手段がないんですよ。
なので、普通通りその国際線とかが成田空港に朝到着するのはするんですよ。風吹いてましたけど、つけるのはつけるんで、ついちゃうんですけど、空港に降りた人がもうどこにも行けないという。それから、出発便も飛んでるんですけど、お客さんが来れないので、乗る人が。成田空港まで行く手段がないので、で、どうしたんですかね。わかりませんけど。っていうことで、特にその空港に行く、まあ、それで飛行機が全部運休しておれば、欠航しておればしょうがないですけど、飛行機飛んでるのに空港まで行けないという、しかも地上にある空港なのに、地上というか海上とかにあるわけじゃない空港なのに行けないという、そこあたりですよね。もちろんその鉄道の計画運休がダメだと言ってるわけではなくて、なんか対策できるでしょっていう話なんです。本当に全線ダメだったのかと、いうところですよね。その、丸々半日ぐらい止めないといけないぐらいだったのかっていうところですね。バスもね、全部じゃないですけど、まあバスも結構運休してましたけど、そして大量輸送機関といえば鉄道ですからね。本当に全線そんなに半日止めなきゃいけなかったのかっていうのがちょっと疑問ではありますね。特に空港はね。他の電車走ってないわけですから、その空港アクセスだけでも時間かかってもいいので、トロトロでも何でもいいので、他の電車止めてるわけですから、空港行きぐらい走らせられなかったのかなとかね。まあ、そういうのがありますよね。結局、成田空港から成田市のね、成田駅すら行けなかったわけですよ、鉄道は。だから、完全に陸のことと化して、空港にもう溢れてたっていう、ちょっと非常にお粗末な、状況だった。ようですね。まあ、せめて JR だったら千葉まで、京成でも、まあ、京成だったらどこまでかは分かりませんけど、まあ何せそれなりの町まで、それは津田沼なのか船橋なのか知りませんけど、なんとか輸送ができなかったのかなというのが疑問ですよね。まあ、もちろんね、そのJR とか広範囲に動く鉄道っていうのは、その車両をね、確保しなきゃいけないっていうのがあって、例えばこの快速に使う E217系とか、あと NEX の車両とか、みんなあれ横倉なんですよ。横浜、その鎌倉電車区なんですよね。千葉には配置されてないんですよ、実は。なので、まあ、全部が全部ね、前日に鎌倉に入港してるとは思いませんけど、それでも、所属が鎌倉なので、まあ、成田空港の近辺だけ、とりあえず空港から脱出させるためだけにも走らせるって言っても、まあ、車両のね、その後の運用とかが困るっていう面もあるでしょうし、それはわかるんですけどね。だけど、なんか、ね、飛行機飛んでるのに空港に行けなくて欠航とか、欠航じゃなくて乗れないとか、そんなのありかよっていうのはありますね。だからそういったところをよく考えなきゃいけないところなのかもしれませんね。私、計画運休すると楽ちゃ楽ですよね。もう前もって知らせるので。一切動きませんって言ってしまえばそれまでなんで。鉄道会社としては楽ですし、まあ、その事故の風で煽られてね、電車が倒れるとかいう事故が未然に防げるっていう、そういうリスクを取らなくていいのはありますけど、まあ、こうなっちゃうと空港が、成田空港が何の役にも立たないっていうね、本当に陸のことの、ただの田舎の空港っていう地方空港にしかなり得ないっていうね、いうことになっちゃうのかなという気がいたします。だからね、こんなことやってたら
もしね、オリンピック来年ありますけど、まあ、その時にたまたま台風が来たとかで、計画運休しますとか言って、全部止まったらどうするんですかね。大混乱。暴動が起きるかどうか知りませんけど、大混乱になりますよ、ね。だからそういったところにその整備、まあ、せめてね、成田空港から成田までとか、そういうところまでは、その少々台風でも、運行、最低限の運行ができるように、その、整備するとかね、暴風林を建てる、暴風林で済むのかどうか知りませんけど、そういう、なんていうんですかね、まあ、ドームといいますか、を作るとか、なんかそういうふうな対策しないと、肝心な時に何の役にも立ちませんではね、話になりませんよね。成田空港だって空港施設利用料をえらい高く取ってるわけですよね。LCC の運賃よりも高い料金取ってたりするわけですよね、場所によっては。で、国だって、何ですか？出国税とか言って1000円取ってるわけでしょ？その1000円は、その観光整備に使うっていうふうなことになってましたけど、ねえ、まずは成田空港から出られるような交通機関の整備したらどうなんかなと思いますよね。うん、東京まで全部ドームで終えとは言いませんけど、せめて成田ぐらいまでは、どんなことがあっても運行できるようにすればですね、そら、ホテルもありますし、まあなんか、できますよ。成田まで行けば。まあそんな、んで、鉄道会社も、守りに最近は入りまくってるので、どうなのかなという気はいたします。まあ、普通のね、通勤、通学用の、まあ電車はしょうがないと思いますけど、もう会社も学校も休みにしちゃってね、もう出ないでくださいでいいですけど、空港はね、やっぱり飛行機が動いてないんだったらいいですけど、動いてるから困りますよね。うん、あ、飛行機行っちゃったみたいな、自分は家にいて一歩も動けない、電車動いてないので家にいるのに飛行機飛んで行っちゃったみたいな、空気運んで行っちゃった。なんだって乗るお客さんいないんですから。自家用車だったらいいですけどね。自家用車だったらなんとかなりますけど、公共、普通はね、公共交通機関で行きますから。そうするとアウトということで、ちょっとそのニュースを見たときにですね、計画停電や計画運休もどこまでいいのかなという気は、はい、いたしました。まあ、今後ね、そういう台風に限らず、さっきの雷雨もそうですけど、そういうゲリラ豪雨とかね、いうのがたくさん、こう、異常気象で起きることっていうのは、昔よりも今からの方があると思うんですけどね。そういう対策に、税金を投じるのもですね、それも一つの、こう、安全保障ですよね。その交通インフラの整備っていうのは。別に戦闘機買うだけが、安全保障じゃないので、そういう国土を強靭化するのも、立派な安全保障ですし、なんかそれに必要であれば、公共工事として、国がやってもいいと思うんですね。鉄道会社だけにそれを、押し付けるのはちょっと無理がありますんでね。そういう防災っていうのはやっぱ国が積極的にお金を投じてやんなきゃいけないですし、利用する人がそれの利益を享受するわけですから、別に税金でやったっていいと思うんですよね。そのために金使って、公共工事して、どんどん、民間にね、お金をばらまいて、経済を活性化させるっていうのも一つの方法だと思うんですけどね。港作ったりとか、作るとか整備したりとかね、鉄道ももっと整備したりとか、京浜急行のこの前ちょっと喋りましたけど、全部立体化するのにね、別に国が金出して、全線高架にしちゃっても別にいいと思うんですよね。それぐらいの価値はある、特に首都圏の鉄道なんかね、そういう路線ばっかりですので、全線高架にしたっていいと思うんですよね。
まあ、そういうことすると、また税金の無駄遣いだって言って騒ぐような人たちがいますけど、私はそうは思わないですね。ね、いざという時のために、きっちり、動かせる鉄道の方が、よっぽど国民のためになると思いますし、そういうことにお金を使うことっていうのは、決して無駄ではない。うん、そんなものまで、まあ、昔ね、やってましたよね。何でしたっけ。事業仕分け、うん、そんなもてのほかですよね。あの時に、事業仕分けとか言って辞めちゃった、防災目的とかね、そういう国土強靭化の仕分けの事業をしなかったことが今ここに来て、大災害を引き落としている面は全部とは言いませんけど少なからずあるわけですから、やっぱり、これからはそういうところにお金を、どんどん投じて国土強靭化に努めて、まあ、国民の生命と財産を守るために政治はやるべきじゃないかなというふうに思いますけどね。まあまあそういった災害、自然災害に強い国土を作るためにも、国家を作るためにも、そういう考えは必要なんじゃないかなというふうに思いました。ちょっと台風と雷雨で、ニュース見ててそんなふうに思ったので今日は喋ってみました。はい、以上です。じゃあ最後に、雷雨の映像をちょっと10秒間ぐらいですけど、ご覧いただきたいと思います。以上です。本日もご覧いただきましてありがとうございました。トワイライト連邦共和国 Vlog です。すごい雷雨です。さっき停電しました。音速で測りますと大体今だと1キロから2キロぐらいで、落雷してる感じですね。いや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 、だいたい5分ぐらい停電しましたけど、前々近いですね、まあ、時期抜けるとは思うんですけど、ちょっと台風について今日えらく暑かったので、このまま今だいぶ涼しくなりましたけど、さすがに停電は困るので、はいっていう感じで、すごい落雷です。以上です。